働きやすい会社から働きやすい社会へ、社労士大塚智之の働く現場のお悩み相談室。イエーイ。はい、ということでですね、今回もお悩みに乗っちゃいます。結構ね、社労士に なりたい方とかいっぱいいらっしゃるかと思うんですけど、その方たちがですね、社労士になって営業困ってるんですって方結構いらっしゃるみたいなんですよね。どうしたらいいんですか、大月先生と。大月先生にね、聞くの絶対違うと思うんですよね、ちょっとね。営業得意な人に聞いたみたいな。でもね、ちょっとやっぱ、大月先生にお聞きしたいなっていうところで、こちらのタイトル、社労士の営業どうしたらいいの。これちょっと自分自身もすごく気になります。ちなみに、基本的に、まあ、うちに限らずだけど、はい、この仕事の、まあ、営業ってほとんど紹介だと思うんだけどね。もう紹介、うちだって紹介か、そのお客さんの人事の人が別の会社の人事に行って戻ってきてくれるとか、なるほど。うちはリピーターという呼び方をするんだけど、そういうので多分9割ぐらいじゃないかな。なるほどですね。確かに、でもなんかルフィみたいな、俺は海賊王になるみたいな社労士さんがいて、俺はトップ社労士になるって方が、先生営業の仕事教えてくださいって来たら、来たらか。だからそういうね、紹介するしてもらうあてもないとそういう感じ。あ、そうですそうです。もう私はビタ一文も何もありません、ただの社労士の資格を取った私です。さあどうしたらいいですかっていう、まあなんか本当に一から始めるんだったら、やっぱセミナーから始めるかな。おお、セミナーに参加するってこと。いや開催する。あ、開催する。セミナーを開催して、はい、いわゆる見込み客を増やすっていう感じじゃない。なるほど、じゃあその中身の精度を上げるっていうのはやっぱ大事なんじゃないかな。セミナーに来られる方はいわゆるこうお客さん、まあ、だから全く関係ないことでやったらダメだと思うけど、ね。はい、求めてる人に求めてることみたいなことですね。そうだからゴルフのアプローチの仕方とかで集めてる。それはなかなか難しい。ただ例えばそのローム周りの何かとか、そういうのをちゃんとやって集めてくれば、そこで一回のつながりができるから。なるほど、まあ、そこから先はどうするかって感じだよね。俺がなんか一番すぐにやりやすいんじゃない、今だとさ、はい、会場借りなくてもできるじゃん。ちなみになんかこれはやんない方がいいんじゃないかみたいな営業の仕方とかあったりするんですか。営業ね、まあ多分大体知ってるけど、はい、一応伝えておくと、営業代行とかって社労士禁止されてるんで。あ、そうなんですね。誰かにお金を払って営業を代わりにしてもらうとかっていうのはアウトなんで、はい、まあそれだけ気をつけた方がいいかな。割とね、そういう業者からDM とか来る。こんだけ実績あるんで、代行させてくれとかね、はい、で、あの人たちは別に社労士なんて関係ないから、別に罰せられることもないし、何か罰が食らうのはご自身ですから。それってそういう方法があるのって社労士さんだけなんですか。明確にやるのは弁護士さんかな。で、弁護士法に割と寄せて作られてるって言われてるから、だからズバリ書いてあるというか、なんとか解釈でそう思ってるのかな。まあその辺詳しいのは聞きたかったら、社労士会の連合会に電話して聞いてもらうといいと思います。ぜひ皆さん気になる方は。だから代行を頼むとかっていうのは、要はお客さん紹介してもらう代わりにお金払うっていう行為はダメなんで、そこを皆さん気をつけないとですね。それはね、やめた方がいい。ちなみになんか他に何かあったりしますか。こういうなんか、あとはね、むちゃくちゃ安く取ってくるのはね、後で苦しくなる。あ、そうなんですね。いや、まあ、最初はね、ありがちだというなんか、まあ、仕事がないから、そのどうにかいくらでもいいからっていうので、やるんだけど、それって結構引っ張っちゃうとね、なんか新しいお客さん増やせなくなっちゃう。ああ、なるほど
や、もしやるんだったらスタートの3ヶ月とかね、そういうのでお試しでやってみませんかとかっていうのはいいと思うけど、もうそもそものあれをね下げちゃうとね、ほら大変ですよ。その会社もね人が増えるかもしれないしさ、確かに自分の身がどんどん削れていって、そうもっと増やせなくなってっちゃいますもんね、まあでも取れそうだな。だから営業やめた方がいいな。そうだろうな、あとこれは感覚的な話なんだけど、まあ紹介してもらうにしても何にしても、まあいろんなとこ顔出していくわけね、いろんな経営者が集まりとかいろんなとこに行って、でそこで営業しようっていう人は大体うまくいってない印象かな。ああ、なるほど。そこで営業者なんですね、顔出したところで。まあそのね、会のルールとか雰囲気とかにもよるんだけど、ただそれが営業 OK な会だとしても、なかなかこの仕事ってね、あの物があるわけじゃないから、その場でクロージングはなかなかできないの、いや、これがなんでそういうとこ行ってるとお客さんになるかっていうと、やっぱり最初はそのご縁からっていうところで、あの知り合いとしてとか、まあ、友達でもそうなんだけど、としてある程度は別にその関係で相談乗ってあげてる、っていうのがあると、多分その間に例えば自分との相性だったりとか、まあこういう実力があるなとか、そういうものが認められて、じゃあ正式にお願いしたいんだけどっていうふうになってくる。ただそこがないとね、やっぱ厳しいと思うよ。なんか自分たちこう身内で集まったのに急に営業しだしたらちょっと怖いですよね。まあね、なんか自分も怖いです。だあんまりそういうのをやる人は難しいかな。引かれるかな。大体こう紹介とかって人との人の信用だったりとか、まあ、居心地の良さとかそういうのがあったりするじゃないですか。そこちょっと最初に崩壊させちゃうと、あ、この人こういう人なんだって思っちゃう。そう、だから紹介、だから営業というかどんな風に紹介してもらいやすくするかが一番ポイントじゃない。どんな特徴があってとか、どうやって思い出してもらうとか、あ、自分の強み、そう、そういうことじゃない。なんかそういう、例えばその社長が自分で何かと思い出すんだったらまあいいけど、誰かと話してて、で会話の中でそれだったらあの人紹介するよっていう、そのあの人に上がるかどうかな。なるほど。そういうケース、逆に大月先生はありましたか？あるその件だったらあの先生がいいよみたいな。そういう人たちはやっぱどっか特化してるところがあるんですか？そうだね、まあ、特化まではいかなくても、多分そこでの話ではその特化かどうかわからないんで、ただざっくりその人事労務の話だったら、例えばじゃあ社会保険労務士がいいんじゃないって思ってもらって、その中に自分が登場するかどうかは大事じゃねえかな。確かにそれはめちゃめちゃ大事ですね。でそれはやっぱなんだろう、普段の関わり方とかじゃん。なんか大月先生が心理開拓をするというふうになんか意識してるよみたいな、多分いろいろ今おっしゃっていただいたかと思うんですけど、もしなんか初めましての方と会う時に意識してることとかあれば、なんかお聞きしたいなと思うんですけど。初めましてか。はい、はじめましてが、いや、はじめましてで意識するのは別になんか営業とかっていうよりは、割と何かしらの課題を抱えてることが多かったりするから、だから紹介されるんだって。だからそれを少しでもその場ででも解決できることはしようと思ってる。いわゆる傾聴じゃないですけど、しっかり聞いて、しっかりこう向き合うみたいなところですかね。そこで解決しようと思う。で結局できないとなると、まあそうなんだけど、そのあった1、2時間で解決してそれで済むんだったらそれで良かったですわけ。確かに。だかそこをね、出し惜しみするとね、やっぱダメだと思うよ。カミングスーンですよ。そう、ここから先はちょっと有料なんでねとかって。ちょっとなって、俺は思うけどね。なんか俺はそういうのはしなくて。
やっぱそうご依頼いただく場合は長くお付き合いしたいっていうのもあるし、っていうのがあるとなんかそんな感じにはしたいかな。でもそういう方とかっているんですか？いや、いるでしょ。ここからは有料級ですからとか。でもなんか有料級って何々を奢ってくれたらいい、まあ、なんか女子会とかでありますけど、肌から聞いてるとそうでもねえなと思うのねそういう感じはちょっとあれかなっていう。まあこれはスタイルの問題だからさ。なるほど。否定はしないですけど、なんか私今までこう営業ということをやったことがあまりないんですけど、なんかこう個人的にどこでも通用するこうトップの営業マンになるというか、これやったらいいよねっていうなんか営業法があったらぜひお聞きしたいんですけど、なんかありますか？結局はどうその人に売るというよりはその人から紹介してもらうとか、まあもちろんこの人がそれを買ってくれるのに、ね、はい、すげえ良かったぜってやっぱ言ってもらう方が大事ですよ。確かにそうですね。まあ、そうなると何だろう、そんな難しい話じゃなくて、どんだけ品質の良いものをお届けするかっていうのが一番大事なんで、確かに。じゃあ営業って思うよりも、そもそも自分の腕どうなんですかってところで見直したりとか。だからこれがさ、なんか物売ってる場合のさ、はい、もう商品があって、はい、そのスペックがあってさ、うん、決まってるからさ、はい、だからこれが本当にいいものっていうものなんだったら、やっぱ関係ないけどさ、これ楽しそうじゃないかな、ことというか、何かあった時にどういう反応というかどういう対応をしていただけるかとかが結構鍵になったりするんですかね。どういう対応か、対応というか、まあ、それこそその対応の仕方によってこう経験値がやっぱ次につながるっていう感じですかね。自分は営業とかでやったことないのわからないんですけど、なんだろう、品質が変わる可能性があるってことだから。確かに、やっぱあれなんですか、うん、社内のメンバーが変わって結構変わるとか、よくありがちなのが、はい、これ逆もそうあると思うんだけど、はい、よそからうちに乗り換えてこられるお客さんの中にいるので、で割とあるあるなケースなのが、その最初のうちは熱心にやっててくれたんだけど、だんだんレッスンもないしとか、なるほど、多分忙しくなってんだろうなとかね、まあ、これは想像するわけ。もうちょい単価高いお客さんできたからとか、とか社労司会でなんかやらされてるのかなとか、ちょっといろんなビハイ裏のそうそうかなとかってあるんだけど、やっぱそういうので結局乗り換えてくるっていうのは、まあことそのレスポンスっていう部分だけとっても品質が落ちてるってことだ。はい、確かに返信が返ってこない。そう、こうなると紹介してもらえないし、紹介してもらわないところからなくなっちゃってたわけでしょ。でもっと言うと、あそこダメなんだよなって言われちゃうかもしれない。確かに、バランスというか、なんか大事ですね。そう、だから、バケツに穴を開けちゃいけないんですよ。一回開くと結構塞ぐの大変ですね。まあいろいろあるからね。だからそうなっちゃうこともあるんだけど、やっぱそこは意識はしておいた方がいい。ありがとうございます。てな感じで、一応今までこう社労士の営業どうしたらいいのというお話でございました。ありがとうございました。はい、他にもいろいろ質問ある方、ぜひコメント欄に質問お願いします。はい、ということでこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、そしてコメントよろしくお願いします。概要欄からぜひ大月先生の SNS フォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。